皆さんこんにちは、キスケです。本日はオーザルベジータを全開アビリティに乗っけて使っていこうと思います。対戦よろしくお願いします。2つですね、2つ乗っけて、まあ本来3つ乗るんですよね。初期悟空が覚醒してるんで、レッドかつサイヤ人で初期悟空採用すれば3つ乗るんやけど、ちょっと僕覚醒ランク2とか3なんですよね。そんな中途半端やったら普通にパーティー強くしようということで、2つ乗っけてます。対戦よろしくお願いします。まあそのいおいなんだこれ ラグいな。今の環境オーザルベジータ結構強いと思ってて、個人的にはやっぱり海洋剣悟空がまあいるので普通に強いんじゃねえかなーって思うんだよな。で、なんか、黄色、緑とかさ、黄色、緑とかさ、今の PVP で流行ってるでしょ？まあ、そういう相手に対して、まあ、赤色を出していく。しかも、まあ、踏ん張りついてるんで、まあ、最低限の仕事はしてくれると。だから、今の環境強いと思うんだよな、オーザルベジータ。ラグすぎー。ラグすぎー。なんだ、こいつ、マジで。何やってんだ、マジで。日本人やんな。名前わらみたいな感じだったけど。はい、コンボ外れていく。ゴミ。回線弱者、マジ。堪忍してくれ。回線弱者。はい、ライジング。で、一応、オーザルベジータね、打撃アーツドローを持ってるんで、まあ、その辺もね、コンボ繋がって強いんちゃうかなって思うんだよな。安直な考えやけど。で、普通に範囲特殊も持ってるし、必殺ドローも持ってるんで、結構持ってるもんはすごいんですよ。ただまあ全然使われてないっていうだけで、結構やると思うんだよな。俺が宇宙一だ。はい。はい、避けれない。回避が入ってないと。あざっす。どうしよっか、これ。ナイス。あれ？マジかよ。うい、ライジング？お、違う。最速。いただきます。これで特殊カバチェン無効にしといて、殴っていこうか。予約アーズでいいや。予約アーズでいいや。はいはい。だるいんで。指一本で十分。まあでも最近さ、レジェンズさ、ちょっとあれやん。なんか回線が若干あれなんで、まあ、ワンチャンそれっていう可能性はあるけど、まあ他の動画撮影してる時全くなかったから、こいつがダメだと思います。はい、お疲れさんでした。それはおめえあれよ。回線悪いんやからしょうがないよ、それ。大変ありがとうございました。さあ、マッチングしました。そう、こういうパーティー結構増えてきてるんですよね、マジで。まあ、だからこういうパーティーに対して赤色がだいぶ刺さるんやけど、赤2枚でいこっか。パーティーやめて、グッドパーティーのことかな。対戦お願いします。赤色ぶっ刺さってるんだよな、わりかし。まあ、言うてさ、今の PVP ってさ、怖い青色ってウルゴジぐらいやん。それやったら、まあ、ウルゴジ以外に刺さりそうな赤色を採用するっていうのは悪くない、いいんじゃないかなとは思うんですけど、どうなんでしょうかね。マジ？よし。カバチェン出てくんのかな？そっちやんな。オッケー。さすがにね。はい。これアーツドロー割るんで、こっちで殴っていこう。ドラゴンボール貯めていこう。オッケー。いやー、マジか。さあ、特殊カボチェン。まあ、でもそんな言うほど火力はないよね、やっぱり。
海洋圏悟空に対しては殴れるけど、もちろんそれ以外はちょっと厳しいかもしれんな。うん、もう予約かヒット確認はなし。 OK、 まあお互い受けキャラいないんで、まあその辺ちょっとどうにかしないといけんなとは思うんやけど、まあ緑と赤色両方残してれば多分いけると思うんだよな、多分ね。うわ、マジここで外してくんのか。でもまあ実際もう踏ん張りついてるんで、大猿ベジータがいけると思うよ。さあゴジータ4硬いです。噛み合っていく。打撃発しかないのはちょっと嫌やな。これ入る？無理かそりゃ無理か。無謀やな。さあ踏ん張りついてるの嫌でしょこれ。よし、ナイス。ここで見れたのはでかい。ライジング先に打っちゃおう。踏ん張り持ちの強いところを出していこう。ナイス。そもそもかっこいいんだよな大猿ベジータ。ユニークフラグメント来へんかな。多分次ユニークフラグメント来るんやったらセルですよね、おそらく。はい、あーマジか。結構通常打撃で止めてくるタイプやったから。あざっす。いやー効いた効いた、効くねー。さて、はい、あざっす。ロゼで殴る？どっちにしろ落とせないんだよなこれ、究極ガーツ使ったとしても。だからまあ安い方の究極ガーツ使っとこう。これで強出血つけといて。あ違ったわ、必殺技か強出血ついてんの忘れてた。硬すぎ硬すぎ、ガチガチやんけ。まあ落ちるねこれは多分。普通に挽回されるぞこれ。いや落ちるよな。はい、あざっす。さあ特殊カバチェ向こう。マジ特殊アーツ神マジ特殊アーツ神キャミー。硬すぎやろマジこいつ。あざっす。うますぎ。はい、ダーン。いいよ、じわじわ削ってるよ。メインでみよう。くぅいやー今のな、回避するかライジングか、まあ二択やったと思うんやけど、究極、あい、あざっす。多分究極アーツ押してれば、潰れとったよね。潰れてないかな。こっちだ。これは確実に落ちる。よし。つえー。はい。OK。これで一応、奪えたんで、特殊技で突っ込んじゃえばいいんじゃないかな。はい。OK。これで勝ちやね。打撃、打撃、打撃、究極で勝ちと。結構時間ギリギリまで戦っとったやな。はい、対戦ありがとうございました。さあマッチングしました。対戦お願いします。なんかさっきの人と対照的な名前やな。パーティーやめてと、パーティーください
まあ、孫一族パーティーはいいパーティーやと思うけどね、個人的には。その3体か。貴様、親子ご飯はブラフやったか。まあ、ウルゴジいるもんな。対戦お願いします。まあ、ゴッドに5回ぐらいなってる人やから、そう簡単には勝たせてくれないでしょうけど。なるほど。いやー、どうしようかな。危な。攻めれない。あざーす。おいしい。まあ、これは、ロウソクも持ってるんで、待機ガンガン回しちゃいましょう。OK。いいダメージ。はい。射撃は打たない。打たないよな。いや、自分から攻めてこうへんよな、この手のタイプって。まあ、お互い様なんやけど、もちろん。こっちは攻めれない。相手は間違いが強いと知っている。どうしたもんかね。はい。まあでも攻めるしかないよな。さあ、これは特殊カボチャ無効にしてライジング打っちゃおう。先に打てたらでかいよね。これはめちゃくちゃありがたいと思います。まあ必殺技2枚あるんで、さすがに落ちるでしょう。ナイス。いいよ。いや、これはね、控えにいる大猿ベジータがじわじわ効いてんだよな、絶対。相手も、多分、まあ、そこそこ、アーツは使ってると思うんで、ドラゴンボールは溜まってると思うんだよな。ああ。特殊カバチェン。いや、どうしよっか。あ、いいか。オッケー。あれが濃いんだよな、射撃カウンターが。ナイス。よし。いいぞ。いやー、これ、救急が使うの、警察かな。まあ、いっか。ダメージ稼いどっか。多分、ダメージ与えれるときに与えとかないと。厳しいと思うんだよな。時間稼ぎも兼ねてね。踏ん張りキャラクターを引きずり出すと。回避見えてる。ライジング？あ、違う、そっちか。まあ、メイン使っといてよかったな、これ。使ってなかったら死んでんじゃない？いやー、あー、もう最悪。マジか。剥がれる。さあ、これでライジング打てるぞ。くらえ。無理だよな。射撃圧は打たない。どうしよう。OK。怖っ。いや、絶対ライジング持ってんのは分かってんねんけど。しゃあ、おら。よっしゃあ。いいぞ。コンボ取ってけ。ワンチャン時間切れになりそう。さすがにないか。危ない。今の回避入っとったら射撃は打たない。まあ打たないよな、中距離で。くー、またそれか。危な。よし。でー、これが強いわけですよ。あ、特殊カード無効なくなったかも。最悪。もったいねー。二連射撃は撃ってこない。慎重だね。はい。いい慎重じゃないか、それは。ダーン。さあ、ラスト。苦しい。しんどい対決。死んでまうで、これ。
はい、ナイス、よしよしよし、ここに来て打撃キャンセルが刺さったな。対戦ありがとうございました。強い。